岩上さん、最後お願いします。フリーの岩上です。先ほどのまたテーマの話に戻って恐縮なんですけれども、先ほどから大臣がお話になられている ING なんだと、まだそのこれから先国内県外の可能性もあるし、それに向けて努力していくんだという話、大変沖縄県民にとっては非常に心強いと思いますし、沖縄の状況に同情的なですね、多くの日本国民にとっても大変勇気づけられる部分があると思うんです。ただいささかですね、こう本当かなと思うところもありまして、だったらばなぜ社民党は離脱しなければならなかったのか、そういう可能性が、残されていないと思ったからこそ離脱したんではないかということが言って、短期なんだよ、短期福島のおばちゃん短期だよ。おばちゃん短期ですか。あそこもこれ当時ね。おばちゃんがいるし、もう流れちゃってますけど、インターネットですから流れちゃってますけれども、しかしもう一つはですね、首相がですね、金曜日 のオープン記者会見で私も行きましたが、その場で、前編こう苦渋に満ちた決断だったということとお詫びを申し上げるということの演説の中に、スピーチの中にですね、一箇所二箇所自分の肉声でですね、自分の国は自分で守るということができるのは当たり前で、ただし50年100年経ってもいつかそういうふうになるべきだと、これは大臣の持論である、自主防衛しっかりやるということですね、それと相通ずるものがあると思うんですけれども、こういったことを差し挟んだんですね。ということは、でもその時に50年100年と聞いた時にガクッと来てしまいまして、50年100年かかるという見通しなのかと、というとその今大臣のおっしゃられている ING で近いうちにもしかしたら変更できるかもしれないという期待感とだいぶ下がるように感じるんです。このあたりは実際問題はどうなんでしょうか。それはね、山本さんね、総理もね、今すぐでもちゃんと解決しないと思われるから13年もかかってできないことをさ、半年くらいでやっちゃうとかで決まっちゃったんですよ、ね、いつまでほっとけないと思われるから。ところが現実はね、そういう解決策を当面の取り組みもね、なかなか難しいという状況の中でああいうことになっちゃうということで終わってられるわけですね。もちろん要はやっぱしね、県外国外ですよ、そういうの気持ちというか、だから何度も言ってるように、ただそれが今ね、すぐ実行できる状況じゃないんで、しかし安全層の問題解決しないからでしょ、ほっとけない問題だから、当面実態でのやろうといったことについて、取り組んでみるかということでしょう。私は当たり前のことだと思う。それはだってこうね、100% 決着ができるようなことがね、今の時点で、ね、できれば、それそれやりますよ。あなたがそれだってできないでしょ。だから思いは強いだけにさ、現実の落差というのはあるということ。そこまで批判しちゃったらね、それやっぱし、日米対等でね、従属的関係じゃないと、我が国の安全保障を考えるべきだという考えが非常に強いですよ。それは今までの事項にない考え方ですね。選挙前のリサーチではないかなという疑ったですね、こううがったものの見方をする人もいるんですけれども、そういう点はいかがですか。こう期待感をですね、今県民が非常に反発している、声を言ってみればやられて、選挙に臨もうとしてるんだよなというような、うがった批判の仕方をする人もいるわけですよ。あなたほどの人がさ、もうちょっといい推理をしないとダメだよ。そんなこと言われて、それは総理とはね、純な人だよ、地球の汚れを知らんね、見たとかあるよ、宇宙人としてな。はい、じゃあいいですか。あとなんかあったら、はい、じゃあ今日これで、はい、ありがとうございました、はい。